こんにちは、セイクレッドグランドの YouTube です。いつもご覧いただきありがとうございます。セイクレッドグランドのシンボです。今回の動画では当社のサービスメニューにあるプレミアムラインプラスというオーバーホールを話していきます。一昨年 NSR ミニに使う TTX のオーバーホール依頼いただきまして、その方がプレミアムラインプラスを選択してくださいました。その方関西の方で、私は存じ上げなかったんですけれども、ミニバイクの中では割と早くて有名な方だったらしく、当社のオーバーホールした後に乗って割と大きいレースで優勝したという報告をいただきました。その方が言うには、これまでよりも乗り味が格段に違ってすごく良かったというふうに評価いただいております。その方と56レーシングに在籍していた野口春樹君と、そのお父様が依頼いただいた、オーバーホール依頼いただいた方と、友人だったようで、そちらからもですね、情報が回ってきて非常に良い乗り味だったよというふうに評価をいただいたようです。そこでこのプレミアムラインプラスというのは一体何をするのか、概要をかいつまんで話しさせていただきます。基本的にはオーバーホールと変わらないんですけれども、各部の表面の改質、改める、質を改めるという改質です。改質を行って減衰を生み出すための板バルブ、こういったものを再利用せずにメーカーが出してくれる部分は全て交換する、傷んでる部品は極力交換する。それだけではなくて、エア抜きの具合もですね、通常よりもさらに絶対的に入らないとことん何があっても抜き切るというふうに一つ一つを進めていく。部品代もかかっているんですけれども、一番かかるのはやはり手間賃である、そういった内容のオーバーホールです。これが通常のオーバーホール、スタンダードラインやハイラインというものも用意しておりまして、それらとどれほどの差があるのかと言われたら、分かる方には分かるけど、普通の方、あまり興味ない方にはそれほど大きな差がないかもしれません。しかし今話しましたようなレースのミニバイクのように細かい部分まで目が行き届くようなライダー環境で、その差を明らかに違うというふうにおっしゃっていただけるということは、このプレミアムラインプラスというオーバーホールが私ども自信を持てましたし、間違っていなかったんだというふうに実証されました。このプレミアムラインプラスは作業の中で必要な交換部品が多くなってくることもありますので、事前に十分な相談をして、お客様と予算の枠や仕上げ具合、そういったものをしっかり決めた後で作業を進めてまいります。もし興味がありましたら、一度相談だけでも結構なので連絡いただければ幸いです。今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか。当社は面白いをコンセプトとして仕事を行っております。私たちの考えを多くの皆様に知っていただくため、他にも動画を配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。